皆さんこんにちは、ナムプロです。最近自分自身のゴルフがちょっと調子が落ち気味なんです。そんな調子が悪くなってきた時にどういうふうに調子を戻していくのか、その練習をちょっと今日はご紹介したいと思うんですけど、この練習をしていただければですね、例えば自分みたいに今調子が悪くなって、普段のショットっていうのは結構いいんだけど、だんだん調子が悪くなってきているのを戻すというふうな練習法でもありますし、球ドライが悪くてインパクトゾーンが短かったり、こう鋭角にクラブを動かしてしまう方にとっては、長いインパクトゾーンというのを掴んでいただきたいので、この今から紹介します練習をぜひ試していただきたいと思います。それで、あ、こういう風なところにその感覚ちょっと違うかもというところもあるかもしれませんので、ぜひですね、最後までご覧いただけたらなと思います。まあ、またチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんゴルフをされている時に、調子がいい時、調子が悪い時、まあ、それぞれ調子の波っていうのはあるとは思うんですが、僕も、まあ、いい時期と悪い時期、まあ、スコアがそこまで大きく変動するわけではなかったとしても、自分の中で、ああだんだんスイングが悪くなってきちゃったなっていうような時期っていうのはもちろんあって、でそれをまたどんどん修正していったりするんですけど、その調子が悪くなっていってしまう流れっていうのがやっぱスイングにもあるんですけど、僕の場合はですね、調子が悪くなってしまう流れの始まりとして、こういう風にバックスイングの時にこの内側というか後ろ側にこういう風なワッグルを始めるとだいたい調子が悪くなってきます。僕の癖としては右左って言って、やっぱどうしてもモーションが大きいんですね。まあそういう風な、いわゆるその、まあ、あるスタンス分けの中でいくと、そういう風なモーションを作るタイプなんですけど、そうするとバックスイングで手首を折りました。そうするとそこから右側に動いてしまうんですね。そうすると肩の位置がものすごく変化しますよね。そうするとこのものすごく動いた肩の位置を戻さなきゃいけなくなってくるので、これをきっかけにですね、だんだん左腕が詰まってきて体が飛び跳ねたりするようになってくるんですけど、そこでやっぱ自分の場合どうやって直していくかって、特にこれは僕の場合なんですけど、まずは肩が右側に動かないように僕の場合は修正を始めます。でその時にグリップがストロングが強すぎると、どうしても左手の小指が強くなって、しかもそれが内側に折る方に働いてしまうんですけど、よくこう左手の3本指は大事だよっていう話があると思うんですけど、左腕の3本指ってどんな風に使うのがいいのかっていう考えた時に、左手のこの3本指でクラブを持ち上げる方向に使うんじゃなくて、3本指を垂らしたまんまクラブを支えて、これを動かすことで長いインパクトゾーンっていうのが出来上がるというふうに思っているところがあります。実際自分はそういうふうにやって、結構僕インパクトゾーン長いので、右左に体を大きく動かすくせに、こう直ドラが実はすごく得意なんですね。あとはロングアイアンが結構大好きなんですね。意外と右左に動いて手首使ってるって思われるところはあるんですけど、実際、スローで見てもらうと当たり前なんですけど、打ち出しの時にここにスペースがあるんですね。ここにスペースがない人って基本的にショットはあんまり上手くないですから、あんまり上手くないとここまではっきり言っちゃっていいのかどうかわかんないんですけど、この球を打った時に左側にスペースがない方はあまりこうショットが得意じゃない人が多いんじゃないかなと思います。やっぱここは左側が狭いってことは、どうしてもヘッドが先に行きやすくて、そうするとヘッドって上に上がってきますから、球を捉えて長い間ボールを捉え続けて目標の方に押し出すっていう時間がちょっと短くなるなっていうふうに思うんですね。そうするとやっぱりこうショットっていうのはあんまり得意じゃないっていう方が多いんじゃないかなっていうふうに思います。ではそんな練習法をご紹介したいと思うんですけど、まずクラブの持ち方はこんな状態、持ち上げる感じじゃなくて少し垂らしているような感覚で持ってみてください。そしてそのまんまボールに合わせます。でそこでこうスタンスを取って、これをギュッと絞るんじゃなくて、そのまま少しこう外に開いているような感覚になるかもしれないですけど、そして
これをコッキングを入れたり後ろに折るんじゃなくて、甲左甲がそのまま目標に向いているような感覚のまま、左肩をこうある程度支点として腕をまずは、まあ、低いところ、腰ぐらいでいいですから動かしてみましょう。これをですね、しばらく続けて、球を打ち出した時にこう左手の力というのはそんなに入ってない、途中で力を抜いてくださいというわけではないんですけど、打ち出しの時にこう強くなってしまうよりは、抜けていていただける方が長くなるんじゃないかなと思います。この長さというところがやっぱりこう左肩が動いてしまうと、どうしてもクラブって鋭角に左側が詰まってくるんで、右左っていう時今度詰まりますね。その間に手って下がりますから、どうしても鋭角に動きます。そうなったらそれこそ手首使うんですけど、あんまり左肩がこの顎下にギュッて入って力がこう、なんだろう、背中にかかんないような感じになってると、インパクトゾーンっていうのは長く作りやすいんじゃないかなと思います。でその先はこの肩を中心にして力を抜いて垂らしたまんま、腰から腰ぐらいを振り子作ります。でその振り子をどのくらいだんだんこう勢いがついてくるか、この勢いって手で引っ張るというよりも、まあ確かに力加減としてはこのグリップが右左に進んでくれれば進んでくれるほど、グリップが右左に可動範囲が広がってくれれば広がってくれるほど勢いは出てくると思いますし、インパクトゾーンでの減速はなくなるから、できるだけ球っていうのは狙ったところに打ち出しやすいし、ちょっとミスしてもそんなにこう変な曲がりとかもしないんじゃないかなというふうに思います。まずは腰このくらいの、よくこうね、ハーフスイングとか腰から腰までって言うんですけど、その腰から腰までの練習をしているときに回った方がいいよっていう人もいれば、まあ、回ろうとすると上半身がどうしても回ってしまう方っていうのは、上半身回ってしまうとこうやってトップしやすくなるし、腕も詰まりやすくなる。これはもう必ずそういう流れになってしまうので、どうしても回転をしようとすると上半身が回ってしまうんだよっていう方は、逆に肩の位置をですね、左肩の位置をあんまり変えないで、こう力抜けたまんま振り子になればいいんじゃないかなと思ってください。このくらいの感覚でこのくらい上半身が回るんですね。だから僕はそういうタイプなんです。どうしても上半身がどんどん回っていっちゃうタイプです。やっぱ上半身が回ると体も浮き上がるし、球のつかまりって悪くなってくるので、できるだけ上半身っていうのは回らないうちに、このインパクトゾーンのところをにグリップが通過しといてくれれば、自然とインパクトゾーンは長くなってきます。この練習をすることで、どんどん調子が良くなってくる、また調子が戻っていくっていうふうに思っていますので、試してみてください。この練習は今番手を8番アイアンから、まあ、ユーティリティ、アイアン型のユーティリティに変えましたけど、これでも同じです。見ていただくと結構、ね、自分の僕の上半身が回ると思うんですけど、これ結構僕の中で嫌なところなのと、やっぱ自分がこういう癖を持ってるところが、いくらプロになったとはいえ選手としてはこういう癖を持ってるとはあまり通用しないよなっていうところは、まあ、昔から感じてたところなんですけど、まあ、とにかくこの胸っていうのが動かない状態で腕の振り子を作れることが何よりも大切なこと、インパクトゾーンを低く長くする上で大切なことなので、こういう風な練習をしていただければいいんじゃないかなと思います。クラブを右から左に動かす、クラブを左に引っ張るという風な表現はあったとしても、こういう引っ張りじゃないですからね。この向きで
引っ張るぐらいな感覚でいていただけたらいいんじゃないかなと思います。違いをやってみたいと思うんですけど、左手の小指が進行方向向きで引っ張るのと自分向きで引っ張るのの違いというのをちょっとやってみたいと思うんですけど、まず進行方向向きに引っ張ってみるんですけど、そうすると当たんないです。今度自分向きで引っ張ってみます。違うと思いませんか。ちょっとまだね、怪しさは今出てたと思うんですけど、自分向きで左手を引っ張ってあげれば、そうですよね、こうやってヘッドが地面滑ってるわけですから低く長く動くわけです。そんなことから左肩を動かすんじゃなくて、まずはグリップが右左に動いてあげられるような感じを練習しましょう。そうすれば腕がこう自由にですね、振り子になると。左手のグリップがもちろん右左にこう稼働するんですけど、その時にこのグリップの向き、そしてその向きをどう進めていくか、左手っていうのは動かすし、ある意味引っ張るというような表現っていうのが振り子の中でもあるんですけど、目標方向に向けてじゃなく自分方向に向けたまんまグリップが左に進んでくれれば低く長いインパクトゾーンになるよっていう練習方法のご紹介でしたので、ぜひ皆さん、やってみてください。今日はこんなところになります。それではまた皆さん、お会いしましょう。